れは分かったよ。当たろ、チャンス。何回目なってね、そろそろチャンス、なっとけ。本気か、おい。はい、ねえねえ島娘編後半戦になります。前半戦ですね、遅れが2回、そして、チャンス役をことごとく外した結果、現在、通常時の845ゲーム、投手枚数が1800枚超えてます、ね、一向に当たる気配なく、はい、もうね、娘さんにえらいボッコボコにやられてる最中ですが、こうも通常時がずっと喋ることがだいぶなくなってきてます。この台の内部構造、ね、チャンス、まあ、熱いゾーンなり、ね、モードを示唆するような、内部状態を示唆するような解析情報は一切挟みません。パチンコパチローを楽しむのを目的とした、今回やっています、ねね島娘の3時間実践検証番組ガルムナ、いかがでしたでしょうか。まだ終わりませんよ。おい、長かった。897ゲーム、相当しまい数が1900枚でございます。長かった。大変長らくお待たせいたしました。レギュラーを引きまして、この子がペカッとペカって言ったらダメだね、じんわり光ったわけで、この5ゲーム間にキュインとなったらビッグだよ。さあ残り2ゲーム、なっとけ。おし、長かった、ビッグ。すごくかかりましたが、ビッグ引くことができました。さあビッグはですね、ベルナビ20回1セットの、ボーナスになってます。でその20回が、まあ、最低2セット、最大で10セットあるわけで、このねベルナビをね何回出るかで、まあ、ボーナスの枚数が変わるわけなんですけど、ビッグ中左ナビの時にたまにチェリーが出ます。でチェリーが出た時にこのラッキーランプが光れば50回以上のベルナビを上乗せと、ここからですよ。ねえねえ島娘が面白いのはここから。はい、2セット目がこれラスト、継続となるか、継続、これ3セット目。さあドッキドキな、3セット目ラスト終了。一応ベッドで復活もありますがないと。でビッグ終了後1ゲーム目にレバーオンで花笠が光ればかなり嬉しい。うわー、ないないかね、ここからまた大事ですよ。一応128ゲームまで、チャンスなので、まずはね即やめせずに128ゲーム以内の引き戻しを願って、後半戦まだ76分ありますんでね、打ってきます。花笠を遅れた、遅れ1回、遅れた、遅れ2回目、そして当たった。やっと128ゲーム以内に当たりましたよ。114ゲームレギュラーと。さあ引き戻してのレギュラー、この後の5ゲームときめいていきましょう。せい、頼む、もうねいいです。よし、とりあえずですよ。さあ反撃をしていきましょう、この娘に反撃をしてやりましょう。さて2セット目が、もう間もなく終わろうとしています。継続するかいいのか、は
はい、これにて3セット目が終了。継続しといせずと、継続せずと。さあビッグ終了後1ゲーム目が非常に肝心。いきます、花笠光ってね、ドン。よし、やっとだよ、やっとだよ、光った。さあ反撃だ、花笠光ってビッグ。さあこの次のビッグもありますんでね、こっからですよ。さあ花笠光った1回目のビッグの2セット目がここで終わるか。よし、3セット目がこれにて終了、復活はなしと。はい、花笠光った1回目ビッグ終了となってしまいましたが、まだ1回ねビッグがありますんで安心して消化していきましょう。よし、はい、2回目のビッグセリー、おーっしゃ光った。ベッドでまずは50回ナビゲット、ラッキー。さあ長田、1セット目これにて終了、継続、そして1000枚超えた、折り返しですよ。さあ一撃1100枚いったところで2セット目が終了、これにて、お、継続。さあ一撃1200枚いったところで1199枚これにて終了か。おお、シェリーで光ってね、よっしゃーない、よっしゃじゃないさて4セット目がこれにて終了、継続はないのか。1297枚ドン、終わった、頑張ったな。あとはこの5ゲーム間引き戻してくれ、なれ。あ、結構力入るな、なれ、ならずか、息が詰まるよ。あー終わった。はい、ということでだいぶ取り返しました、1200枚超え。さてこっからですね、まだ時間が30分近くあるので、まずは128ゲームいきましょう。さあ気づけば124ゲームもうですね、128ゲーム超えようとしているわけなんですけども、現在の投資枚数が1950枚、投資の今出玉がですね約1000枚ほどある状態です。で残り時間がまあ22分、まあ、閉店まで22分と思っておいてください。本来であれば、ここでやめるのがやっぱりいいのかなと、まあ、残り22分、化け引いて、ね、まあ、そもそも光るかどうかが分からないので、本来であれば、ね、半分近く回収できたんで、もう万々歳かなと思って、やめていただくのがいいかなと思いますが、まあ、3時間実践検証番組ということで3時間びっちり最後まで打ちたいと思います。やっぱり128ゲームでやめた方が良かったよという結果になるか、このあともう一盛り上がりあるか、ね、諦めず最後の最後まで打っていきたいと思います。おーし、もう何も言わん。よし、やっとだ、やっと成功したよ。197ゲーム自力でレギュラー。さあ残り時間16分です。さあときめけ、ときめけ、キュインと頼む。よし、やりよった、ピック中から押して。さあ残りナビ1回です。はい、これで2セット目が終了。どうだ、242枚で終了、終了です。ビッグ終了後1ゲーム目、花笠来い、中よ、よし、間に合うのかこれ、中から押して。よし、ビッグあと2回は保証されてるんで、残り時間11分、ダッシュで
ダッシュで打ちましょう。はい、花笠光ってからのビッグ、1回目のビッグですね。2セット目がこれにて終了、継続するかせずと。2回目のビッグ、はい、2セット目、これがラストです。継続、もうとりあえず、時間が来るまで分回します。残り時間がやばい、あと10回ナビ、時間です。時間ですが、一応ビッグなんで、このワンセットは消化して終わりたいと思います。ビッグ中は勘弁してください。ということで774枚獲得で、これにて後半戦を終了したいと思います。せっかくなんでね、ベットしますよ。よっ、終わった。これがまくれるかどうか。おー、1960枚はい、実戦終了ということで、3時間実戦どうでしたか。前半戦すごかったね。はい、総投資が1950枚投資して、まくりにまくって、1960枚回収。頑張った、プラス10枚だよ。花形2回のやっぱ破壊力は本当すごいですね。島娘の、怖いところと楽しいところを存分に見せられたのかなと思います。本当ね、やめる見極め大事だと思います。そして無理しない程度に楽しむのが一番ね、大事だと思います。はい、といった形で、今回もプラスで終わることができました。もうちょっとだけ、はい、パチンコパズルは、程よく自分の中の、上限を決めて楽しんでください。さあ、それでは、ガルムラ次回は、何を打つかまだだいぶ未定です。それでは、また次回お会いしましょう。ありがとうございました。